はい、薄利口の薄利口タワーセンタービルディングですねに来てます。はい、とても立派なビルなんで、ここの中のオフィスのスペースをね、これからご紹介していきますね。はい、ちょうど角地に立ってるビルで、すごく周りはね、こう高層のビルが立ってます。で、ちゃんと車を横付けできるスペースもこうありますので、まあ、安心してご利用していただけるかなと思います。じゃあ今からオフィスのね、空いてるスペースを、ご紹介していきます。はい、ハプロビルディングの、オフィススペースですねに来てます。はい、150平米でちょうどこの角、はい、これが150平米です。壁がね、2つ、張りがありますけど、まあ、それ以外は全てこんな感じ。もともと IT 系の会社がこう使ってて、この四方の壁を全部ガラスにしていたそうです。その IT 系の会社が退去したので、ガラスごと持っていったんでしょうね。はい、でこんな風に壁がなくてズドーンとしてるんですけどね、これちょうど150平米ですね。はい、こんな感じです。で上も、まあ、スケルトンなんで、ここから内装をしてくださいということですね。エアコンのダクトもちゃんとあります。はい、ダクトはしっかりとあるので、あとはまあどういう内装にするか、どうやって隠すかということですよね。はい、下ももうコンクリートの打ち放し、こんな感じです。はい、ここが150平米の、オフィススペースですね。はい、